黄昏の雪に暮れ染めた都会の空に日打ち鐘の音が流れていました。喧騒と狂音の大東京の夕暮れとは思いのほどに静寂な響きを伝えていたのは千葉白金の三光教会の鐘でありました。今日のクリスマスイブに集うた京都の長き祈りの後に若い京都たちによって行われる芝居の幕が開かれたのでありました。相変わらず五郎さんやってんな。このお芝居も五郎さんがお書きになったんでしょ。そう、原作脚色支援並びに演出と来ると全く非凡だね。おまけに絵がうまくてカメラが苦労とさ。まあ五郎さんは大秀才ね。男爵津田一郎氏のおいで、同姓定めの長男である五郎を、ミッションの若い人たちは決して津田君などと言わず、誰も彼も五郎さん五郎さんと呼んで、この若い慶応の学生はミッション中での人気者でありました。その五郎の舞台をじっと瞳を輝かして見つめている美しい女性がありました。彼女は同じ京都の一人、松栄女学校に通っている藤山八重子でありました。その世から八重子の胸に五郎の男らしい姿が刻みつけられたのでありました。夕べの祈りの時に賛美歌を唱える八重子の胸は共にある五郎家にときめくのでありました。神の御心に可能て結ばれた二人の恋、やがて迎えた夏を京都の人々と共に逗子の海の家に過ごす頃には、相模灘から渡ってくるそよ風の砂浜に甘いささやきを将来に乗せて固く将来を訳す二人でありました。あくまで清き二人の恋はミッションの人たちにも愛しよう二人の神の子として心から祝福されていたのであります。恋する二人には行く春の花の悲しみも春秋の落葉の哀れもなく、ただお互いの喜びの身に浸っていました。かくして愛より結婚へ、二人の夢を実現さすべく五郎はある日父にその許しを請うたのでありました。さすがに若い五郎が言い淀みつつ物語のを聞き終わった父は、お前の話だけでは相手の方もよくわからんが、お前の信じている人なら一生の伴侶として過ちはあるまい。が学生の身では仕方がないぞ。あ、もちろんお許しさえ願えば学校出るまで喜んで待ちます。そうか、が学校出ても60円の月給じゃ嫁の日干しができるといかん。せめて家賃だけはいらんように、三井の辞書部に頼んで代々畑あたりへ家を建てておいてやろう。いやこりゃわしもぼんやりしておられんぞ。かほどまでに自分を愛し自分を理解してくれる父を持つ幸せを五郎は泣いて喜んだのであります。